皆さんこんにちは、糸話の伊達です。今日はですね、奈良五条に帰ってきています。はい、この間五条の街歩きでこの新町通りをご紹介したかと思うんですけども、8月に改めて、糸話、奈良五条のショップがですねオープンしましたので、今日はその奈良五条のお店の、こだわりポイントをちょっとご紹介したいなと思います。まずこの建物自体は、三好邸という建物なんですが、この看板、刺繍と暮らしの研究所という看板を、頼りに、中に入ってきてください。で、奈良の、町屋の特徴なんですが、前回もご紹介したみたいにうなぎの寝床になってまして、奥にまっすぐすごく長くなっています。この中に入ってきていただいて、で入ってもらうとですね、すごい涼しくて、外との温度の差を感じてもらえるかなと思います。で結構ですね、真ん中までしっかり入ってきていただいて、表のこちらのスペースは、五条新町塾という塾を、経営されています。で1階のこの真ん中のスペース、奥にもまだ台所だったりキッチンがあるんですけども、この真ん中のスペースが、刺繍と暮らしの研究所、奈良五条のお店になっています。はい、入っていただくとここも結構秘密基地感があって、じゃん、こんな感じになっています。はい、もともとリノベーションしてくれていた、物件なので、ライトをですねちょっとこの度新しくして、かわいいちょっと秘密基地風ライトになってます。はい、でですね、広島市話のアトリエと似てるんですけども、こういうふうに古い、お家をですねリノベーションして使ってまして、奈良五条の見どころはですね、商品ももちろん見ていただきたいんですけども、私が一番好きなスペースはこの一番奥のですね、入ってきていただいて一番奥のこの、中庭になります。はい、縁側のスペースがありまして、ここで座ってくつろいで、いただけるスペースになってます。はい、で外見ていただくと、今の季節はですね緑色なんですが、秋になるともっと秋が深まると、もみじとかが見えたりします。はい、これを見ながら、いつもですねお店の中で、仕事をしているんですけども、皆さんにもぜひご来店いただいた際には、こちらを楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。で一応名前が刺繍と暮らしの研究所ということで、一番ですね刺繍の種類をたくさん、ご紹介したり展示したりもしています。掛け軸も蟻刺繍の生地だったりですね、あとこの辺の棚には、私がおすすめしたい、皆さんにおすすめしたい本がいくつか、すごい超厳選されてますけど、はい、ちょっとだけ置かれてます。あとですね、私がマトリョーシカ好きということで、いろんな方からいただいたマトリョーシカも並べてたり、あとはですね、いろんな国の、道具とか、暮らしにまつわる、道具や刺繍の生地も、展示しておりますので、ぜひこの辺の隅々まで、ぜひ見ていただけたらと思います。結構ですね、貴重な、これ平成4年の正倉院展の、図録なんですけども、昭和のものだったりとか、奈良県の、古本屋さんでしか手に入らなかった図録などもありますので、こちらもお貸し出しできますので、ぜひぜひ糸話文庫ですね、世界装飾図案集とかもあります。これすごい、もう1日ずっと読みふけられる本ばかりなので、はい、この辺もまた楽しみに見に来てもらえたら嬉しいなと思います。はい、こんな感じでですね、あとは、壁にそれぞれ、刺繍のご紹介があったりします。カンタ刺繍とか、ちょっと見えづらいんですが、蟻刺繍、そして痴漢刺繍のご紹介などもしております。はい、ということで、糸話の、今までの歩みとですね、刺繍の種類と、あとはいろんな国の刺繍も楽しんでいただける、そんなスペースになっておりますので、ぜひオープンデーの時には遊びに来ていただけたら嬉しいなと思います。でオープンデー以外にもですね、奈良五条ご予約店舗になってまして、ご予約いただくと、そのご予約いただいた方のために、オープンすることできますので、ぜひお気軽に、コメントやメッセージで、ご連絡いただければ嬉しいなと思っております。だいたい奥で皆さんをお待ちしてますので、ぜひ気軽に遊びに来てください。
はい、では今日はですね、糸話七五条刺繍と暮らしの研究所の見どころのご紹介でした。遊びに来てください。待ってます。